はい、どうも皆さんこんばんは。おはようございます。サイテーマンです。レッツゴーイーブイ、今日もやっていきたいと思います。前回カツラを倒しまして、いよいよね、残りバッジが一つということで、早速ね、トキワシティに戻りたいと思います。マサラタウンを経由してトキワシティに戻りたいと思います。いや本当にね、ここまで、まあ長いようで短かったこのポケモンですけれども、いよいよね、マサラタウンにとりあえず戻ります。マサラタウンをね、さよならバイバイして、で仲間増やしてね、こう次の町にこうどんどん来たわけですけれども、まあ待て、俺はEVとね、旅に出てね、こうちょっと目指せポケモンマスターの歌詞を追って、それだけで実況していこうかなと思ったんですけども、ちょっと無理そうなので早々にやめました。さあ、とりあえずここでね、マサラタウンに戻るんですけど、これね、暑いですよね。展開的にめっちゃ暑くないですか？こう、一周回ってきてさ、最終的に、最初の街に戻ってくるっていう、マサラタウンにこう、繋がってたんだっていう、この展開俺すごい好きなんですよ。こういうの。で、実は最初の方に行った、トキワシティの横にそのチャンピオンロードがあったっていう、これね、痺れたんですよね、俺これ。昔やった時、これ戻ってくるっていう。俺、今このマサラタウンの BGM あるじゃないですか。最初に聞いた時と、この一周回って戻ってきた時と、ちょっと聞こえが違いますよね。なんかわかりますかね、この気持ち。なんか、ここの道路も、最初に旅に出た時と、今こう戻ってきた時の俺とでは違うわけですよ。なんか気持ちがこう強くなってきて戻ってきたというか、これわかる方いるかな。なんか違う風景に見えるじゃないですか。10日ぐらい前の俺、このレッツゴーイーブイ始めたばかりの俺と今の俺っていうのは多分これ違うんですよね。こう一周こう終わったっていう。ということで、トキワシティに戻ってきました。でこれからね、トキワシティジムを攻略していきたいと思います。初期の頃にね、鍵が閉まってたんですけど、かかってたんですけれども、今もうね、ジムリーダー帰ってきてると思うので、トキワシティジム、どこだっけ、留守にしてたじゃないですか。帰ってきてるんでね。で、今回ね、まあもう、分かってる方、もう100人いたらね、96人はね、まあ、このトキワシティのリーダーが誰か分かってるかなと思うんですけれども、ここのリーダーはなんとね、DK がいますね。なんで閉まってんだろう。開けごま。まあ、違うか。あ、なんだよ、採点は。話しかけてくれよ。俺恥ずかしいじゃん。そんなことよりさ、ジムバッジいくつになった？ 7 個。一緒だな。あとはやっぱりトキワジムだけだよな。なぜか閉まってるけど。ジムに入らないって誰かに相談してみないか。誰がいいかな。EV。そこのおじいさん。EV に相談しても、EV しか言わないけどな。EV。そうなるわ。そうなるよ。いや、全然わからないな。そこのおじいさんに相談しようか。え？いや、わしはわからんが。ただのボケ老人だった。じゃあなんでそこでぼーっとしてるんだ？じいさん。オーキド博士ですね。やっぱそうだよな。早速行ってみようぜ。なんとね、ここのジムリーダー。なんとなんですけれども、オーキド博士ではないですね。採点は 2DK。二人ともなんとなくたくましくなったようじゃな。ちょうどよい、二人に紹介しよう。こいつはわしの孫。名前はなんて言ったかな。じいさん、そういう冗談はいいって。それに俺たちもう知り合いだからな。なんじゃつまらん。まあそれはそうと。すごいじゃねえか。ロケット団だよ。まさかあの時シルフカンパニーにボスがいたなんてな。それを二人でやっつけたんだろ。これグリーンがいるってことは、レッドもいるのか、この世界に。サイテーマンが一人で、俺はちょっと手伝っただけで。DK だって頑張って、レッドがね、
あの近隣にいるんですけどね、白金山に、白金山にいるんですけど、レッド出てきてもおかしくないよね。グリーンからキーストーンをもらった。え、キーストーンって何でしょうか。あ、メガ進化。あー、なんか近所の子供が言ってたわ、メガ進化メガ進化って言って。あ、ポケモンもう進化したなみたいな、なんかそういうテンションだったけど、いざ自分がメガ進化を行っているポケモンをやることになるとは。ポケモンがメガ進化できる、トレーナーのためにパワーアップしてくれるのじゃ。いわばポケモンとトレーナーの固い絆の証じゃ。ここで行く。石二つ、心一つでメガ進化。いや、悪くなかったと思うよ。悪くなかったでしょ。二人なら使いこなせるはずだぜ。メガストーンはこれだ。いや、俺悪くなかったけどな。不思議バナイト、リザードナイト、リザードナイト Y。リザードナイト X、リザードナイト Y。カメックスナイト。はは。リザードンだけなぜか X と Y があるんですね。俺リザードン持ってるからメガ進化させれるよ。メガ進化させれるね。あ、不思議花もメガ進化させれる。カメックスだけ育ててないんですけど、ここカメックスにしてでもよかったかもね。あの、育てるとしたら。スタミとかぶるけど。まあ、それだったら普通か。普通すぎるか。俺ね、本当言うと、結構みんなが使ってないポケモンを使いたかったんですけど、あまりにもパーティーが弱くて、こういうスターミーとか、カビゴンとか、わりかしちょっと強ポケモンばっか使ってしまっていることをね、ちょっと、申し訳なく思っております。俺が結構ね、今作で注目しているのは、ペルシアンね。ペルシアン、あいつもしかしたらめちゃくちゃ強い可能性がある。ペルシアンとか、まあ、ルージュラ、ナッシー、このあたりはね、初代ポケモンでもそこそこ強かったんですけど、うん、ちょっと、使ってたらおしゃれですよね。ナッシーとか、ルージュラ。あとは、マルマインとかね。マルマインは、まあまあ、最強ポケモンでしたけどね。第一世代の。あら、イーブイちゃん。何してるかって？お花を摘んでるの。花束にして大事な人にあげるのよ。最低マンちゃん、今の内緒だからね。そういえばトキワシティのジムリーダーが戻ってきたんだって。トキワシティにゴーゴー。っていうか、この子誰だそもそも。お、なんかイーブイが今なんか飛び跳ねたけど関係ないか。トキワシティのね、ジムリーダーが戻ってきたそうですね。ということで向かいましょう。早速ジムリーダーの元に。大木戸博士がね、ジムリーダーかと、俺はジムリーダーでも良かったんじゃないかなと思うんですけど、大木戸博士ではないですね。さあ、最後のバッチです。使ってくるポケモンのタイプはね、地面タイプだったかな。岩タイプか地面タイプあたりだったと思う。おっす、未来のチャンピオン。時はリーダーの正体は俺にもわからん。ただバッジを7つ持ってるお前には挑戦の資格があるだろう。俺に言えることは、ここのリーダーは今までの誰よりも強いだろう。それとどうもこのジムには地面タイプポケモンの使い手が集まってる。そうそう、地面タイプですね。で、このベルトコンベアよ。この悪趣味なベルトコンベアを使うやつって言ったらもうやつしかいないですよ。ということで、地面タイプのポケモンはね、このトレーナーとかこの辺いるんですけど、地面タイプのポケモンは俺スターミーがいるので、トレーナーはとりあえず全員一周できそうですね。はい、到着しました。奥にね、見えるのが、このトキワシティジムのジムリーダー、サカキですね。このね、サカキを、ジムリーダーに置くっていうのがなんかもう、とてつもなく渋いですよね。俺これ大好きなんですよ、このラスボスにするとかは違うんですよ、榊を。なんかそこじゃないんですよね。ラスボスじゃなくて、ジムリーダーに置いてるっていう。で、ここの東京シティジムはね、榊の多分隠れ家にしてんのかな。はい、来ました。実は一、こういうね、
あのポケモンを使って悪事を働いてるこいつですけども、一トレーナーだったと。ここは俺の隠れ家だ。ロケット団復活の日までこのジムで体制を立て直すんだ。しかし君に見つかってしまってはしょうがない。今度は手加減なしだ。では今一度最強のトレーナー榊の腕前を見よう。こいつですね。いやー、このねジムリーダーに置いてるっていうのがね渋いよね。その何が渋いかって、あのポケモンを愛してないですよね榊は。そのポケモンを愛してる人間は、愛してる人間じゃないとこう真のトップになれない、ポケモンマスターになれないっていうのを、このジムリーダー止まりだよっていうのをこの榊を通してねこう言ってるみたいな、それがちょっと渋いんだよな。ダグトリオか。しかしよし、耐えてくれさえすれば大丈夫。熱湯で一発で落とせば、うわ落ちないか、まずいな。これダグトリオの方が早いので、相手今地震使ってきたでしょ。これここリザードンに変えます。で相手多分まだ地震打ってくるのでリザードンに当たらないですね。岩なだれとか使ってくるんだったら面倒なんですけど、地震これ当たらないですね、飛んでるので。でリザードンの方が早ければ倒せるが、メガ進化、まあまあとりあえずいいわ。こいつとりあえず退けよう。うわ相手の方が早いか。だが問題ない、切り裂くであれば。これまあ空を飛びますわな。で相手のダグトリオがね穴を掘るとか使うと面倒だったんですけども、 OK です。まあとりあえずこれでダグトリオを沈めると。よし、厄介なのがねペルシアンなんですよ。ペルシアンがどこで出てくるかってことなんですけど、ペルシアンをね倒す術がちょっとないんだよな。サイドンはなんとかなる。サイドンはね、シグマナで、いやスタミでもいいか、スタミでいきますか。多分熱湯で一撃でやれると思う。サイドンは岩と地面なので4倍入ってくれるので、熱湯で多分一撃でやれる。でサイロンよりスタミナが早いんで、どう考えてもね、このレベル差があったとしてもどう考えてもこれスタミナが早い、うん、でこれ多分一撃4倍なんで、サイロンはポテンシャルは高いんですけど持ってるタイプが弱いですわ。次だ、ニドキングか。ニドキングはね地面と毒か。地面と毒、普通に考えるとね弱点つけるのはゴーストなんですけど、ゴーストもね地震とか打たれると一撃でやられちゃうので、シグマナで行くか、シグマナで行くか。いや待て、シグマナはペルシアン用にちょっと取っておこう。ファビゴンで行きます。ペルシアンが出てくると思うのでこの後ね、こいつがやばいっすわ。ニドキング、ニドキングが出てきたってことは、ニドクイモ持ってんのか。いや、ニドキング、ペルシアンだ。あと2匹なんで。これ、効果あんまりないが。殴り合いだ。これもう、あれ、ファイト。その、純粋な殴り合いで勝負です、ここ。純粋な殴り合い。素の殴り合い、この2体の。なかなか見応えのあるバトル。うわ、角取り、うわ、スノードリルはね一撃ですね。あのレベル1のポケモンがレベル100のポケモンを倒せるんですよ。あの極端な話、一撃必殺ですね。どうしようかな。相手は地震とスノードリルでしょ。リザードン出して戦ってもいいが、相性があんまり、まあまあいいや、リザードンに行こう。これニドキングは草と毒かな。草と毒だな、地面じゃないな。メガ進化打つか、メガ進化しますか。どっちがいいかわからないけど、メガ進化 X 打とう。メガ進化 X を打って大文字、リザードンが反応した。来たメガ進化。大文字と、これは効いた。この
X と Y っていうのが俺は正直ちょっと違いがよくわからないんですが、クソ、どっか、まあいい、次の大文字でもしくは火炎放射でやれる。あ、これでも毒のダメージでやられちゃうな。経験値が若干もったいないな。これ仕留めてもいいが、経験値もったいないんでこれ変えよう。毒好き、イブ一回経由します。ペルシアンはもう尻花だけで落とす。イブを一旦経由して、地震、これは耐えれる、耐えれる。で、EV の方が早いので、メラメラバーンでとどめですね。よし、次です、問題は。このペルシアンに持ってるポケモン全員抜かれるみたいな可能性もあるので、その時用のこの不思議花ですよ。あ、ペルシアン出してこないのか。オッケー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 。ペルシアン持ってない、あいつ。相手ペルシアン持ってないわ。毒院ってことは、サイコキネシスで仕留めるか。二毒院か。ペルシアン出してこなかったですね。じゃあ横にいたペルシアンは、あれはただのペットだったのか。ペルシアン使ってこなかった。うん、じゃあ大丈夫だ。これサイコキネシスで。うん。相手が噛み砕くか。これはやられるな。まあしょうがない、これは。いや、ペルシアのね、なんか切り裂く連発みたいなされるのが一番怖かったんですけど、もうこうなってしまったら勝てるわ。あと4匹だけど、まあ不思議花もいるし。あれはベッドだったんですね、榊は。ペルシアはもう戦わせないと。花びらの前で。です。あ、これ効果抜群ですね、一応。あ、効果抜群じゃないのか。毒タイプに効果抜群じゃないのか。そうだそうだ、ゴーストタイプか。いや違うな、毒タイプに地震は効果抜群なはずなんですけど、抜群じゃなかったのかな。まあまあまあいいか。激しい戦いだった。8000円くれた。ペルシアンいないですね、横の。君の勝ちだ。今その証にグリーンバッジを渡そう。これが最後のバッジですね。この榊がね、このジムのリーダーでトップじゃないっていうのがね、面白いっすよね。グリーンバッジさえあれば全てのポケモンが、誰が誰、親が誰でもどんなにレベルが高くても言うことを聞く。君が一人前のトレーナーになった証だ。これでポケモンリーグに挑むことができるだろう。この技マシンはポケモンリーグへ挑む君へ選別だ。結構ね、フェアプレイですね。地震、これは地震はね、地面タイプの技で一番威力が高かったような気がする、初代ポケモンで。新しい技が増えてたら分かんないですけど。俺が昔ここでポケモンジムをやってる時作ったものだ。このような負け方をしては部下たちに示しがつかない。ロケット団は本日をもって解散する。私はポケモンの修行を一からし直すつもりだ。いつの日かまた会おう。さらばだ。この榊、いや渋いな。最後はこうフェアプレイっていう。ということでバッジをすべて獲得しました。そして満面の笑みね、イブイの満面の笑み。はい、ということでこれからね、チャンピオンロードに、向かっていきます。いよいよ四天王戦ですね。いや、チャンピオンロードを抜けて、ファイヤーがいるのか、チャンピオンロードに。うん、チャンピオンロードにファイヤーがいますね。その後四天王ですね。なのでパート的にはあと2本で殿堂入りまでいけるかなと。おめでとうさん。それにしても全くびっくりしたぜ。まさかジムが隠れ家にされていたとは。よし、決めた。時はジムが俺が面倒見る。そうそう、時はジムは金銀でね、グリーンがジムリーダーをやってるんですね。いろいろ縛れたくねえから断ってきたけど、覚悟決めたぜ。俺はジムリーダーになるよ。
勝負したいです。賛成です。勝負したいですって選ぶとどうなるんでしょうか。バトルさせられるとかないよね。それはいいけど、今サイテーマンが挑むべき相手は俺じゃないだろ。さて、いよいよポケモンリーグだな。ここから左に22番道路抜ければすぐだぜ。四天王は強いが、サイテーマン負けるなよ。グリーンはこれ四天王を倒した後っていう設定かな。ジムリーダーになれるみたいな、ジムリーダーになるみたいなことを言ってるってことは。じゃあ最後に待ってんのはやっぱり DK か。DK と最後バトルするのかな。さあ、ということで、チャンピオンロードの方に向かっていきましょう。この辺って、まあ大したポケモンはいないか。大したポケモンいないかな、チャンピオンロード付近は。はい、ということなんですけれども、一旦この辺で、このパート終わります。次回のパートでね、チャンピオンロード抜けていきたいなと思います。ということで、また次回もよろしくお願いします。サイテーマンでした。ありがとうございました。